茹でると鮮やかな赤い色に変わる根室特産の花咲ガニ。昨日の初日は大雨に見舞われた根室カニ祭りですが、今日は一転青空に恵まれました。会場では祭りならではの特別価格でカニが販売され、朝から大勢の人がまとめて買い求めていました。味が濃い、甘くて、やっぱり今でしか食べられない味ですよね、はい、祭りは今日午後3時までで、午後1時頃からはイベント名物カニの早食い競争も行われます。